動画、金プリだったい三人の手本。岩橋元気、アメリカデビューの成功確率、芸能リポーター超ぶっちゃけ芸能座談会。3月18日、キングプリンスの元メンバー岩橋元気が、アメリカの事務所360と、エージェント契約を締結したことを公式サイトで発表した。 所属した事務所は、ウィル・スミスら大物俳優が所属する事務所としても知られている。岩橋元気の活動について、芸能取材の水も甘いも噛み分けたプロたちが語り尽くす。芸能ジャーナリスト佐々木博之、以下佐々木、またウィル・スミスですか芸能リポーター安部かすみ、以下安倍、なんか聞いたらこれね。山 P、山下智久、 と、岩橋くんのプロモーターさんが同じ人だからだっていう話ですよ。芸能評論家見すぎ部、以下見すぎ、やっぱりここの接点があるんですね。岩橋さんはパニック障害で18年から活動を休止して、復帰かなわぬままグループを脱退ということで、退所後の22年12月にソロとして初となるシングル楽曲を発表と、 いわゆる芸能活動はしてたということですよね。アメリカの事務所とエージェント契約をしたということで。ということはやっぱり海外での活動が増すます。逆に言うと、日本ではなかなかちょっと残念ながら見る機会が減った感じなんですかね。安倍活動の場があるということで。三杉岩橋さんはインスタグラムで。 世界で活躍できるアーティストになれるように頑張りたいと思います。日本の素晴らしさを世界に届けられるように、そして世界のエンターテイメントを日本のファンの皆さんにシェアできるように、とおっしゃってるので、やっぱり海外でやりたいんでしょうね。でもやっぱり金プリのメンバーの方って、もともと海外志向はやっぱり強いんですね。あべそうなんだよね。ジャニー、北川。 さんもそうやって約束っていうか、してくれたわけでしょだからそれがどうしてもできなかったっていうところの歯がゆさが。見すぎまそれが結果的に未だにずっと続いているところなんですね。安倍そういうことですね。そうなるためには早い方がいいから、年齢ももっと若く、早い方がいい。早く準備して、早く、 向こうに向けてやってもらいたかったっていうのがあったんでしょうね。岩橋のアメリカでの活躍に期待が高まる。